どうもよろしくお願いします高倉和也ですゴジラ怪獣の好きなところを語る動画ゴジラ怪獣ここが好き今回もよろしくお願いいたします今回はカメーのお話ということでまあねいやゴジラ怪獣ですかとね、ゴジラ怪獣という括りよりは東方怪獣と言った方がいいんじゃないのかという声がね聞こえてきそうな怪獣のお話でございます え、東方怪獣とゴジラ怪獣って、え、違うの東方の怪獣は全部ゴジラ怪獣じゃないのっていう人はですね、まあ、この動画を再生することもないと思いますので <laughs>、特に説明はしませんけれどもね <laughs>。 もっと詳しい動画がね、たくさんありますから、世の中にはね、そちらをご覧いただきたいと思いますけれども。まあ、でもね、後々、ゴジラシリーズにも登場するわけですけどもね、この仮名バというのは。まあ、この動画ではですね、そんな仮名バの登場作品と、主な作品での劇中での行動についてお話をしていきます。ということで、最後までよろしくお願いいたします。では、まずは仮名バの登場作品についてです。 カメバが初登場したのは、ゲゾラ、ガニメ、カメーバ、決戦、南海の大怪獣です。ね、どんな怪獣が出るのか、非常にわかりやすい。<laughs> 映画の内容がパッと見でわかる、非常にわかりやすいタイトルですよね。<laughs> ね出る怪獣がこいつらなんだと。南海だんだと。ね、ここで戦うんだなっていうのは、非常にわかりやすいタイトルですけれども。この映画でカメーバはです、ね、イカの怪獣ゲゾラとカニの怪獣ガニメと共に登場します。これまた非常にわかりやすい名前で。<laughs> 言い換えればそのまんま過ぎるだろうという <laughs> 名前なんですけれどもねまあこの一緒に登場するゲゾラとかガニメがですねちょっとこう怖い造形だったりですとかなんかこう気味の悪さみたいなものを感じさせる、まあ、かなり悪の強さがあるデザインの怪獣であることと比べるとカミワはまあ比較的普通というか当時の怪獣っぽい見た目というのをしています。 まあカトゥーンで言ったたら中中丸丸くくんんみたいなね <laughs> 中丸くんもねねカトゥーンの中でででは比較的普通ですけども、ね、まあでもそうなるとじゃあ他の二人はどっちがゲゾラでどっちがアニメなんだというね <laughs> 亀梨くんと上田くんどっちがアニメでどっちがゲゾラなんだみたいな話になりますとなかなか当てはめづらいところもありますけどもね <laughs> そもそも亀なしなのに亀馬じゃないのかというや,ややこしさもありますし。<laughs> まあまあどっちかって言ったらまあ毛深い方がガニメですかね。<laughs> じゃあどっちが毛深いんだというね話になるんですけれども。あるいはね、ジ・アルフィだったら坂崎さんですかね。<laughs> うんでさ。アルフィの中でまあ比較的普通なのは坂崎さんかな。正直アルフィ3人とも見た目の悪強すぎるんですけど。<laughs> 比較的普通なのは坂崎さんですからね。まあ噛めばまあ坂崎さんかな。 まあ、坂崎さん、ちょっと亀っぽいっちゃ亀っぽいですからね <laughs>。長生き感というかね <laughs>。まあ、あとはね、髪の色とかから考えると、まあ、ガニ目が高見沢さん <laughs>。で、ってなると、ゲゾラが桜井さんってことになりますけどね。あんまりゲゾラと桜井さんの共通ってなさそうなんですけどね。まあ、ただもしかしたらね、桜井さんがサングラス外したら、ゲゾラみたいな目してるかもしれないですし <laughs>。 パッてサングラスさせたら、ね、あのギョロギョロとした恐ろしい目を <laughs> 桜井さんがしてるかもしれないですからまあ逆にねもしかしたらゲゾラもベース弾けるかもしれないし <laughs> ガニメがギター弾けるかもしれないしカメーバが「オールナイトニッポン」やってたかもしれないし <laughs> カメーバの「オールナイトニッポン」とか言ってねこうなんかラジオ始めちゃってゲストに渚健一さんが来たりとかして。<laughs> なんか大相撲のテレビ中継で力士の回しが落ちたみたいな <laughs> それだけのことを延々歌い続けるくだらない曲を流してるとかしてね, <laughs> ね聞いてた人しかわからないんじゃないかっていう話なんですけど、ね、あの坂崎さんの「オールナイトニッポン」で僕が聴いてた時代はもう毎回エンディングのトークが長くてね <laughs> 地方のネット局だとねトークの途中で放送が終わっちゃうんですよね本当にねもう全然関係ない話ですけどもね。<laughs> 話を戻しましてまて、あ、とにかくこの映画ですね登場する3体の怪獣すべてがですね新登場の怪獣という、まあ、かなり気合の入った作品でもあります、まあ、クランクインの直後にですねつぶらや英治氏が亡くなったということもありまして草原であるとか着ぐるみの造形ですとか、まあ、壊れる家屋の細かな描写などですねこの時期の東宝特撮の技術これの集大成と言える作品ではないかなと思います。 またストーリーリもでですすねね僕は結構好きなんです、ね、怪獣が現れてそれに対して人間が対抗策を練って倒したと思ったらまた次のピンチがというですね定番の、まあ、ベタなストーリーといえばストーリーなんですけれどもそれをテンポよくですね飽きさせない見せ方をしてくれるというのが安心して鑑賞できるというか期待を裏切らないまあいい意味で期待してたものが出てくるというような作品だと思います。 あとですね、結構笑える場面というかコメディチックなところもありまして、映画の舞台となる島の住民がですね、ものすごい軽いノリで機関銃をぶっぱなすシーンとか、<laughs> あのシーン結構好きなんですよね。 っていう日本軍のね、残していた装備を持ってきてですね、えー、これ、まだ使えるよって、弾出るよ、一応やるかっ,つって、ババババババ,バって <laughs> ね、機関銃をぶっぱなして、うわーすごい振動だーってこう、<laughs> 機関銃が制御不能みたいな感じになっちゃうというですね、やたらテンポのいい場面も好きですし、あとに、ね、見どころなのがね、産業スパイの尾バという役を演じる、サハラ二さんのね、 顔芸 <laughs> って言っちゃうとちょっと失礼かもしれないですけど、まあ、それくらいね表情の使い方まあ顔の筋肉の使い方といった方がいいんですかねとにかくそういったものを使った表現の仕方というのがすごいですからその辺りも注目して欲していい作品だなと思います。さてこの作品は今申し上げた通おり「亀バラ3体の怪獣が登場するのみでゴジラが登場しない作品。 まあ、東宝特撮映画ではありますがゴジラシリーズではないという位置づけの映画なんですけれどもこのあとですね30年以上の年月を経てカメーバはゴジラシリーズにも登場します。それが「ゴジラモスラメカゴジラ東京 SOS」です。おやおやとと <laughs> 出ていいいる割ににはタイトルに名前がななじゃないかと <laughs> おかしいなぁということなんですけれどもまあでもねバラゴンくん的なパターンもありますからね <laughs> バラゴンくんはタイトルからはちょっとねかぶられてる <laughs>、ね、ちょっと入いてないんですけども案外ね本編見てみると活躍する場面もたくさんあるとかそういうことなのかなと思いきや <laughs>、ね、この「東京 SOS」でのですね亀山さんの役どころですはい <laughs> ゴジラに首を引っかかれて絶命した状態で九十九里浜に打ち上げられるというですね、えー、まあね、<laughs> そういう役なんですよね <laughs> いや。もちろんね、出てきたことはすごいサプライズでしたし、まあ嬉しいなという、ね、気持ちはあったんですけど、 まあなんかね、今となってはですよこう「あ,あそんなのあったね」とね「あの映画の中に仮面は出てきたよね」「ゴジラにやられても死んじゃった状態で出てくるんだもんね」「母みたいななんかこう一つのあるあるネタというかうちはネタというかそんな感じでね考えられるとは思うんですけれどもよくよく考えてみるとですねまあ30年ほど正確に言うと33年ぶりの再登場がしっかって <laughs> これなかなかないですよね。 考えてみればねコチカメの初期のキャラが再登場した時に死体役で出てきたりとかしたら「<laughs> ねっトズカー」みたいな <laughs> トズカが死んでるみたいなね <laughs> まあまあそういう登場の仕方だったとしたら場合によっては炎上しそうなね使われ方でもあるなとは思いますしまあコチカメならギャグでしょうけどね <laughs> 多分次の回で生き返りますけども。 まあしかもね、この映画での仮名場のこの役どころでの出演自体ですね。実はアンギラス君の代役というね、まあ代役というふうに捉えるべきか。まあ、アンギラス君がが死体役を断ったので仕事が回ってきたと捉えるのか、アンギラス君の仕事を仮名場が奪い去ったと。<laughs> ね、先輩の仕事を横から重なっていったと考えるか、まあ捉え方によって、 って感じ方が変わってくるところではありますけどもまあねその辺ね一回カメーバとアンギラスはねきっちりねカメラの前で <laughs> 話してほしいですけどもね喧嘩にならないかなって心配ですけれどもさて以上がカメーバの映画での出演作になりますけれどもそれ以外にもカメーバはですねテレビ特撮番組池ゴッドマンですとか小説怪獣目視録にも登場していますゴッドマンの中ではですね なぜか下顎がない状態で登場しているとのことで <laughs> なぜ下顎だけないんだというね何があったのかそれまでの期間の間にという状態で出てくるんですけどもまあこのあたりもねアンギラス君との顎つながりというか <laughs> ね、顎がなくなったもの顎をさかれたものということで何かこう因縁めいたものをね感んじますけどもね。ということでね以上うがカメーバの登場作品になります。 それでは続いてはカメーバのデビュー作「決戦南海の大怪獣」での亀バの行動を振り返っていきましょう亀バは映画の後半怪獣たちの弱点である超音波を発するコウモリを探していたカメラマンの工藤と本作のヒロイン星野の前に突如現れます割とね急に出てきます <laughs> ぜひとも本編見てほしいんですけども本当に割と急に出てきますね まあまあ映画の中でのね、登場順としては、ゲゾラ、ガニメに続いて最後に出てくる上にですね、まあそもそもね、タイトルの時点でもうね、すでにもう一体出てくるっていうのは分かってるわけですからね。そんな時にね、思いっきりもう見た目が、カメの怪獣が出てきたら、もうどう考えてもそいつがカメはですからね。特に混乱するってこともないとは思いますけども。 さて出現した亀梨バは工藤と星野を襲いますが2人がコウモリの住む洞窟に逃逃げげ込んだことで、超音波を嫌がって逃げ出します。そしてその後コウモリを使って対抗しようとしていた主人公たちを襲うためにですねガニメと共に再び現れた亀梨バですが産業スパイのおばたによってコウモリが解き放たれたことで超音波の影響により精神に混乱を生きたしてガニメと同士討ちを始めてしまいます。 このねここからの2体ののの怪獣の対決の場面僕はすすごく好きなんですね現実でのですね違う種類の生物が争う場面まあなんかトラ対ワニとかねあるじゃないですかそういう動物番組とかで流れるようなそういう場面のような リアルさ具体的に言うとまずはね相手を警戒して距離をとってお互いの出方をうかがうような素振りですとかですね鉢合わせだから反射的に攻撃したようにも見える戦いの始まり方などですねそういう部分もありつつ当時の怪獣同士の戦いの流れにのっとった派手な場面、まあ、ちょっとエンタメ色の強い動きみたいなものを合わせて見せてくるというリアルさと娯楽性が同居した場面だと思います。 また仮名馬が硬い甲羅と首を伸ばす攻撃というですねまあ割と正統派の怪獣らしい戦い方をするのに対してですね一方のガニメは不意をついて泡を吐きかけたりとかハサミで仮名馬の首をつかんだりとかしてですねちょっとダーティーな戦い方をするという。 キャラクター性がしっかかり分かれていいいるのも面白とところだと思いますでそうやってねショーアップされた場面もありつつガニメもカメーバーもですね共に決定打になるような攻撃っていうのがないんですよねなのでまあ試合展開として考えると割と泥仕合なんですよ猪木あり状態みたいな <laughs> まあこんなこと言うと猪木とアリの対戦は実はすごかったみたいな <laughs> 話も出てきそうですけれどまあそれは一旦置いといて割と泥試合なんですよね これがね、ゴジラとかだったら例えば放射火炎で大ダメージとかですねそういう展開から試合が動くみたいなことができるんですけど、まあ、この2体の場合ですね普通の格闘以外にね攻撃に使える能力っていうのが首伸ばすかか、か泡吹くく <laughs> これくらいしかないしなと。まあ、実際戦いの最中にですねガニメがカ面バに泡を吹きかける場面もあるんですけどそれを浴びたカメーバ刃ですねちょっと嫌そうな顔をするくらいでね。<laughs> やめろよみたいな、いっないなみたいな、嫌がる顔をするぐらいで。特にそこから大きく試合展開が動くというわけでもないんですよね。まただそういうなかなか決着がつかないなっていうところも現実の生物の争いに似てるところがあるなというふうに感じます。 まあ結局ですね2体の対決は明確に勝敗がつくわけではなくてですね首をつかまれて動きを封じられた亀山が先に火山の火口に落ちてそれに巻き込まれるような形でガニメも火口に沈んでいくというそういった結末になるんですね、まあ、この勝敗がんとなくうやむやな感じというのも実に生物らしいリアリティのある展開だと思います、まあ、この頃のゴジラシリーズ比較的ゴジラとか他の怪獣たちがキャラクター性というかまあちょっと 擬人化されたっぽい描写が増えてきた時期でもありましてかなりエンタメ性の強いバトルシーンというのが続いていた時期かと思うんですけれども、まあ、この南海の大怪獣ゴジラシリーズではない東方特撮の新作ということでですね当時のゴジラシリーズとは違った怪獣映画を作ろうという意図があったのかもしれませんそういったところが亀バの劇中での活躍になります さて総評として今作での加盟話は映画の後半、まあ、結構ね最後の方に登場するということもありまして単純な出演していいる時間というか出番としては少ないといいとととうことが言えると思いますししかしですねその分ゲゾラガニメというですねちょっと怖さがある造形の怪獣の後に出てくることで人類を襲うという悪役の役回りでありながら正統派の怪獣らしい造形がかっこいいだと思えてしまう。まあ割と 美味しい役回りということも言えると思うんですねしかもゲゾラとガニメは人間に倒される描写っていうのがあるんですけどカメーバに関してはね超音波で混乱しただけで人間に倒されてはいないんですよね、まあ、熱に弱くてやや防御力に難のあるゲゾラ そしてそこから硬い口角で守りを固めたガニメというふうに順番に登場してきて、おそらくさらに高い防御力を誇るカメエバが、もし人間社会に解き放たれていたらどうなっていたのか、そういうね想像をさせてくれるという意味でも、登場する時間の少なさの終わりに印象に残る怪獣だと思います。ということで、今回はカメエバのお話でございました。ぜひとも高評価、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。ゴジラ怪獣、ここが好き、高倉風也でございました。どうもありがとうございました。